まあ、なんか箱みたいなやつですもんね。YouTube 見てるとこういう風に撮ってる。この前の大きさのカメラ。多分大体これだと思う。かわいい。これコトラの原種ですね。これはなんていうお花ですか。これはね、パレノプイスアンボイネンシスって言って、要は、コチョウランの原種、インドネシア、スマトラの方に自生するコチョウラン。綺麗。で、コチョウランも最近こういう風にやった方がいいですよって皆さんがお勧めしてます。枯れないです、こっちの。断然枯れないです。鉢植えが難しいんですね。いただいたコチョウランなんかもこういう風に、あ、これちょっとうち時代もあったんですけど、酸化効力、そうそう、ね、あ、よくご存知です。貼っつけちゃった方が、うちにね、ちっちゃい方がさ、使いやすいかな。うちにある今度咲くやつもこのようなお花のはずなんだけど、やっぱりこれあ、この子あれですね。これから葉っぱが落葉して、これ咲きます？開花、開花サイズ、あ、もうそれで、あの、来年の、4月5月ぐらいですかね、に咲きます。このまま水切っとけばいいですか？水切っといて、葉っぱ落とすように、うん、で、そう、あの、うちのお客さんが教えてくれた、あの、裏テクニックがあって、葉っぱが青いまま残ってるようですから、葉っぱむしってください。あ、なるほど、うん、東京は咲くよって思って、私も咲くよって言ったら本当に咲きます。結局、葉っぱがついてるところは、あの、花芽がね、邪魔して、葉っぱが邪魔して出ないんですよ。葉っぱが出ると、全部の土から花芽が上がってきますね。そうなんだ。大体ね、1月から2月ぐらいに落葉しなければ、こういう形で葉っぱ全部落ちちゃってください。はい。この葉っぱは、これだけ一袋でお持ちいただいた方がいい。はい、わかりました。こちらで作ってください。はい。来年も多分やろうかな、このイベント。どうなんでしょうね。今年の開催も危ぶまれましたけど、結局まできたからよかったけど。この手応えだと、来年次回やるときはもっと日程を、そうですね。なんか首都圏とか関西圏でもやるのかもしれないらしいですね。確かに。福岡から来るさ。すごい並んでたんですよ。すごかったですよ。誰かが見てみたら。すごいよ。